俳優、吉田鋼太郎、63、生田斗真、37、らが28日、都内で、ファミマ春のおむすび祭り記者発表会に出席した。以前からファミリーマートの CM に出演している吉田は、3月1日から放送開始のテレビ CM、ファミマ春のおむすび祭りペンにも登場する。吉田といえば、昨年3月、2016年に結婚した22歳年下の一般、人女性との間に自身、第二子となる女児が誕生したことを発表。ファミリーにちなんだエピソードについて問われた吉田は、去年の3月に生まれた娘が孫ではありません。笑い間もなく1歳になるのですが、そろそろ物を喋るようになってきましてと明かした。続けて、なかなかパパと言ってくれなくて、破裂音が難しいのかなと。それで、最近、やっとパパと言ってくれるようになったんですが、パパプって言うんです。仕事終わって、家に帰って、パパプって言って、とお願いしている毎日ですと話した。吉田の話に、今回から CM に出演する生田は、鋼太郎さんは、現場でこういう話を聞かせてくれるので、僕らにも幸せを分けてくれる気がしますと笑みを浮かべた。Thank you.